安岡さん ID 発生したっぽいですかね。リーさん、リーシー呼ばれてるんで、でマットナスさん来てないのかな。じゃあ2人は一番早く確定したっていう気はします。あ、安岡さんワンマリガン中っぽいですねこれ。1段目もド定番の、はい、11一応でも赤の火力もハンドにはある。とりあえず赤マナ立ててエンド、はい、アーティファクトとトークンが、どっちは、あ、ここは火力で焼いていく。ただ平地を置いてさらに2号お、しかしこっちも火力2号、火力2枚目を引いた、うん、まあ、いい交換はできますが、こっからですね。さらに火力で焼いてダメージを抑えていく。続いてデパラ、デパラを出される。これ困りましたね。うーん、3ドローするしかないですかね。で後期の炎だと良かったんですけど、うん、まあ、苦い心理で引くしかないですね。はい、ワン、ツー、スリー、幸い1マナクリーチャーに殴られてはいないんで、うん、はい、これでライフが16になって続く。苦い心理の2枚目を引く。火力、火力ドローって引いてるんで悪くはないんですけどね。あ、火力2枚ありましたか。いや、今のところの引きって感じ。あ、今の、うん、今までですね。まあ、後手なんでちょっと押されてますけど、はい、うーん、リュークの方もそんなに有効牌じゃない石の宣告を。はい、デパラ1枚アバシンが下へ外れ。あ、メインでアバシ入ってるんですね。はい、もうこの辺はスピリットとかを、うーん手札はまたしても苦い心理、まあ打ち消し呪文、苦い心理、手札破壊みたいな手札なので、このマッチは打ち消し呪文は基本的には弱いですね。特に3マナの虚空の粉砕は先行を取って役に立つかも。はい、もう1回3枚引くしかない。おっと、ライフこれで9になってしまいました。ディスカード、まあ、もう意を決していくっていう。ただこのゲームもう防ぎようがないので、はい、1、2、戦術、これはかなり厳しいですね。無視の霊魂がいるんで全体除去が効かない。そもそも全体除去も持ってないですからね。はい、トップに土地を積んでアタックで、ミシュランランド白赤の土地置いて、ライベルトップにね平地があるので、うん、平地トップデックからの土地がクリーチャー化してアタックで4点もあるという。次に行きましょう。ここは切り替えていくしかない、うん、なんか秘策を用意していたりするのか。うーん、島ダメだ。一応氷の中の存在はありますけども、
それか間に合うわけもなくブロックして除去除去とかでもダメということで、はい、ダメでした。でもさっきの話だとサイドボードから結構いけるんではないかと。俺もねリストを見てないんでねその辺は分からないんですよね、うん、サイド5余裕やろって言ってユクヒロが歩いてんの俺は目撃した。サイド5はもう幅広余裕ですよあれみたいなことを言ってるユクヒロを目撃したっていうのが俺の最大の情報源。まあでも今のゲームはねワンマリガンしててかつちょっと今のは先手を取られてでもあるやっぱり。まあビートダウンにはちょっとねやっぱ霊地域に強いっていうことは何かしらに弱さを抱えてるってことなんで、まあ、一番正反対なデッキではありますからね、うん、一番早い先行取られるとカウンターが本当に間に合わないので無駄カードが多くなってしまい終了とありますが、こっちはベンさん対ロブさん引き当ててますね。右手は村クールを大当たりして、まあ、ターン奪った後のベンさんのターンですかね、はい。うん、ライフ8をこれはもう大吉を引き当ててるんで大吉はい。しかもねもう一回、起動霊吉の脅威起動できちゃうので、確かに次回復しながら、はい、緑マナもあるんでガチャコーンなんで笑うんですか。ガチャコーンって感じや、ガチャコーンって感じじゃないですかこれ。じゃあもう一回行きますか、はい、せっかくですし、まずはね落ち着いてアーチファクトエネルギー3つ。あでもそういうわけではない、あ裏もが大量に手札にありましたね。うらうらもぐもぐ1、2、3今トップからエムラクールを大量に引きましたけども殴れはしないのかな、もしかして2。あーそっちで回復から起動プランとかじゃないんですね。なんかね起動しちゃった方がもうゲーム勝ちになりそうだった。ライフ的にはそっちの方が安定かなとは思いましたが、じゃあこれ江村立てて動くんですか。まあさすがに殴る、じゃあもう起動する気なしってことですかね。移動はできないですね。まあ、一番でかいのブロックすれば8は届かんやろっていうことでしょう。相手の手札もエムラクールで分かっているので。石の宣告があれば確かにエムラクールはなんとかなりますが、ダメでした。はい、これでねベンさん左手がベンさんですかね、なのでロブさんが勝ちましたか。ロブさんロブピサのロブさん、ティムールのエーテルワークスが1本取りました。こちらは11勝3敗同士の対決。安岡さんのゲームに戻ってきましたが、はい、安岡さん手札見て悩み中。青マナと04のありますけど、火力2枚に対して赤マナがない。これ山がグルランドじゃないせいってことですかね。まあ、ヤスはいつもグルランド使ってて、ランドが統一されてなくて山を削ってる可能性する嫌だっつって、山ああ、まずいまずいまずい、さっき欲しかったやつ。そうですね、まあ、とりあえずこれですね、はい、4個氷の中の存在、こいつは残ってくれればいつでも挽回する要素を占めてますし、はいはい、そもそも04っていうのがそれなりに受け止めてくれるっていう、うん、
パワー3が多いんで。はい、コプターから。コプターを今のうちに通していくと。いいね、いいね、赤マナをゲット。これで人安心。とりあえずワンパンは食らってしまうが、あ、この人登場するとね、コプター 3-3 から 4-4 にね、ちょっと大きくなっちゃうんですよね、うん、なりますね。ちょっとそれは嫌ですが、まあ、仕方ない。4点。コプターが4点で攻撃と。はい、まだダメージ与える前に、捨てるカードを考え中ですね。何を捨てたのか。セットしてロアフコプターを捨てたと。はいはいはい、まあ、確かにいい判断ですね。基本的にクリーチャーが一番カウンターしづらくて、クリーチャー以外のカウントは比較的カウンターされやすいっていう感じなんで、もうクリーチャー以外の呪文はあんまり唱えないで、うんうん、デュークとしては戦いたい。もうコプター1回通しちゃったんで、まあ、それで十分っていう。とりあえず3、1を破壊して終わりと。マナが詰まっているのが辛い。瞬殺されプランが土地をもう一回引かないと。もしくは何かしらカウンターできるスペルを唱えてくれって感じなんですけど、それはしないでしょうね。赤マナがもう一つぐらい欲しいところか。とりあえず否認がね、ギデオンに刺さる可能性があるぐらいですか、このハンドだと。ピア、ベテラン、スピリット、一応そうですね、否認はギデオンに刺さる可能性はあります。あれこの流れでギデオンを唱える風には見えないですからね。ギデオンは唱えないですね。唱え出たとしても。ピア。はい、ソプターが出てきました。で、タップインの土地を置いておしまい。一回後期の炎を持つしかないと思うんですけど。あ、でもここで土地引きましたね。この土地は嬉しいです。土地置きながら後期の炎で。はい。よっしゃ、まあ、ここでやっぱギデオンを通してくると思うんですけど、この後がポイントですね、うん、ギデオンで同盟者作って、コプターが、あ、ギデオン出さない、なるほど、こっちで4点を刻む方が良い。ギデオン持ってましたよね。ギリオン持ってましたね。こっちの方がいいのかな、まあ、この04が裏返って、まあ、ギリオンが破壊されるっていうのが嫌ってことなんですかね。まあそうですね、次のターンに何かしらスペルを2個唱えて、難しいですね。そのリスクを考えるとしたら、まず霊魂を、うん、経由経由するか、あ、コプターを、コプターは今引いた。そうですね、今このターン引きましたね。はい、いいですね、土地さらに引きまして、ここまで来たら、まあ、これで相手のターンに変身させれれば、うん、これはかなりタイトになってきましたね、うん、このこいつが
変身するタイミングが非常に重要という、変身を止めることはできないと思うんで、スピリットコプターで全力でいくと変身された時のリスクがかなりでかい。おお、行く、まあ、このターンは変身できないだろうという、まあ実際ね変身できないので、いや稲妻を蓄電稲妻を否認すれば、自分で否認すれば一応戻る。蓄電稲妻を安岡さんのこの蓄電稲妻、自分で否認しようと思って唱えているのにレイコン巻き込む可能性があるってことですよね。リュークさん、お、レイコン一応使わせてから、じゃあ自分で否認しますわ。否認してひっくり返すと、おー、いいですね。相手のリソースを奪いつつそんな損してないっていう、テンポ取ったど。一応アクティブプレイヤーに1回優先権が変えるんで、リュックとしてはコプターを出しておしまいとなりました。さあこっから殴っていく、7、はい、7点あと2回でいいですよ。いけるか、ジェイスいく、わからないですね。天才の片鱗かジェイスなんですけど、まあ、でも先出しだったらジェイスからですか。ジェイス通せたら嬉しいですね。通して返しで死ななければか、手札に死ぬことはなさそうなんで、ジェイスね、こいつを狙うとダメージをかなり吸収されてしまうんで、はい、戦術下からのドロー、ゴー、もう無視して殴るっていうリュークとしても、7、8、3回食らうと終わりなんで、1マナクリーチャーを引いたのは結構嬉しいですね。一応これで行動回数が増えた。ギデオン、いや、残り9。ギデオンは出せないか。2、2、1。コプター操縦者ドワーフって出して4点殴るって。まず3-1で戦術してコプターで掘り進んでなんか当てに行くっていうのもあるんじゃないですか、とりあえず見てみますか、トップを。はい、戦術1-2。おスピリットがいますね。スピリットと警備者、警備者、警備者か、一応上に2枚置きそうな流れ。警備者は結構追突してきますからね。ライフはここで5になるんで、はい、これでアタック。 You、 ここで全除去対策のレイコンとチマナでドワーフ、はい、次に警備者という流れ。残り5。何を引いたんだ、火力、竜電砲撃、はいはいはい、仲間の2つある、ありますね。全然悪くないですね。
かなりいいゲームですね。で、札は除去除去ドロー。ちょっとハンドこれ違います？合ってますか、この3枚で。合ってるんじゃないでしょうか。いや、ここは難しいですね。次、警備車来るんで、まあ、7点殴りたいですけどね。で、チェイスをドローで使うかバウンスで使うかですけど、面的にはバウンスで使わないと負けちゃうように見えます。1マナ、いや殴ってからですね。これはもう絶対通すはずですが、地上を受けて皇居警備車でもいいって考えるなら、うん、まあ通しますね。でスピリットを今のうちに焼いておくと。はい、バウンスでバウンスしておしまい。残りライフは5点。さてここで、お、ギリギリ耐えたか。うん、ここでデュークさんからするとクリーチャー出してコプターと地上でアタックというと、まあ、1体除去られてダメージが足りなくて、返しに安岡さんがジェイスで立ってるクリッチャーバウンスして78が殴るとデュークさん死んじゃうっていう、つまり今のプランができないからどうやって動こうっていう話ですよね。だからこのライフが6になってるっていうのが、これはもうデュークも行かないですよね。上だけで殴るのかな。だけで、でーん、おっとコプターをついに分解するときが来た。バラバラにしてやんよバラ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 特に追加効果はないですが、うん、撃墜しましたと。でこれは11は当然守りに回さざるを得ない。はい、ただこれでバウンスでアタックする。バウンスアタックですね。おお、さすが渡り切った。すごい辛いマッチでしたけどね今チースのおかげ。やっぱあのレイコンを生贄に捧げてくれたおかげで間に合いましたね。今持ってたら余ってた3マナでレイコン出てたってことですもんね。うん、そう、あれでレイコンを使ってくれなかったら結構辛かったかな。だから自分で否認を自分の呪文に打つっていうのと、相手がその稲妻に対してちゃんと霊魂を生贄に捧げてくれるっていうのを、なんかこれ久々に見る光景じゃん。なんかその盤面がちょっと汚い感じですよね汚いなぁ。ゾンビがね、まあ、あれゾンビっぽいっちゃゾンビっぽいけど、あの並べ方ですか。ああいう感じでね来るからね普通はね、うん、つって、つって隊列とか組まねえしつって、うん、なんかこれ数え間違えそうでちょっと嫌ですけどどこまでがさ場なのかわかんないって。カリタスとエムラクールまで出てんのかなあれ。あー出てそうですね。あ、石原、石原さんさんがそれに対してこれでコジレックリターンがあれば頑張れるのかな。ゾンビがなさそうな流れこれは。ただこっちもエムラクールいますよよく見ると。
ほんとだ。どうなってるのかよくわからないですけど。俺もね、わかんないんですよね。ゾンビがたくさんいるっていうことと、メムラクールがいる、カリタスがいる、あとはリリアナが紋章になってるってことは、このゾンビがさらに増えるってことですよね。相手のターンエンドに動いてるとしたら、相手の攻撃か、攻撃に対応して動いてるのかな。まあ、ともかく殴られたら終わりですからね、ゾンビ軍団に。わら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 、あ、4体しかいないの。4体しか殴れない。4体寝た。4体寝ました。寝た、はい。で、ゾンビがあと5体いて、ゾンビはうなるほどいるから、あのエムラなんでしょうね。今出たのかな。多分エムラはキャストしたんじゃないですか、このターンに。6マナでエムラをキャストして通って攻撃しますよみたいな流れなのかも。つまり石原さん、このゲームまずいってことですかね。まあゾンビは出ますよね、少なくともたくさん。はい、わらわら。おっと、ついに一括管理されてしまったゾンビくん、うん、整列してますよ、このゾンビで。これでエムラで取られたターンが来ると。悲しい。はい、ダメでした。まあ、手札が、ねね、どんどん無駄遣いされていって、ゾンビがフィニッシュ。はい、安岡さんのこれ3ゲーム目に戻ってきました。デュークさんはいい動き、1ターン目に11、2ターン目に12で、これは殿下の応答ですね。手がかりを探しながら3点ダメージ。こいつ1ターン目に見る確率がね、異様に高いなっていう、俺の中で氷の中の存在で、パワーさんのクリーチャーをガンドメ。でもこれが残ればいける試合ではあるんですよね、かなりキーカードで。はい、アタック、ブロックするのか。はい、しました。ここでなんとダメージを1点に抑えた上で死なない。素晴らしい、素晴らしい。かつフィニッシャーで、かつ除去でもある。まず除去、完璧。こんな強いカードがいていいものか。おお、ガチガチにいく、うん、リュークとしては次のギデオンが、うん、出た。これがシークレットテイクだ。これはね、いいとこ引きました、うん、序盤で。これトップデックだったんですか。トップデックなのかよくわからないが、持ってたような気もしますけどね。ライフ16残ってて、っていうかちょっと殴りづらい。到達持ってるっていうのがね、まず出た時役に立ってて、ギデオンに託すしかないですか。ギデオン持ってたかな。14到達。呪文をインスタントかソーサリを唱えるとターゲットに1点という。はい、これでね、レイコン一番弱いカードになりました。レイコンもドワーフもね、1なんですよね。一応クルーがねあると、もしかしたらギデオンを紋章で、まあ、あ、そうですよね、紋章で使って、はい、これでこいつが4になるんで、氷の中の存在が逆にブロックできない軍になってしまいました、はい、星になってしまいましたね、ギデオンが一瞬で、うん、はい、戦場には、ギデオンの紋章が本当は置かれる予定です。はい、やってきました、ギデオンさん。チーンチーンチーン。
あとは紋章の力がどんだけ影響してくるかってとこですね。紋章かなり強いんで間に合った、一旦間に合ったかなっていう。これ安岡さん結構いけそうなんじゃないですか。うーん、何のスペルを持ってるかによるんですけどね。うん、もうデュークさん側からするとね、このマナ立てられてるのが一番嫌ですからね。うん、はい、何が起こるかわからんっていう。ここから攻撃していいですか。蓄霊稲妻を打つのかもしれないです。はい、はい、蓄霊1チンチンチン、トリガー、トリガー、トリガーです。まあ、これに対して破壊符のつけるかどうか。まず氷の中の存在が1個、氷が溶けまして、はい、消えに捧げて、じゃあチャージカウンターは3つ。ただその前に。もう一枚火力があると、まあ、確かに。はいはい、今ここで撃っちゃうかっていう話ですかね。一応あの白赤のミシュラランドがあるから、それをちょっと考えてるってことですかね。このミシュランは、な通常は2-1なんですけど、家で3-2二段攻撃ってことですもんね。そうですね、まあこのターンに火力を打ったら殴ってきるかなという気はしますが、はい、でここで打ちました。さらに手札には回復のスタックですね。うんうんうん、回復のさらに殺して1個はフィズったのでエネルギーは得られず、はい、6点、6点ぶち込んでいく。まあこれはもう安い、しゃなし、安いですか授業料まあこの一旦展開されなかったと考えれば、うん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 、なるほど。でジェイス、ジェイスですか、はい、いけるかな、引きに行く。さあ授業料もう一度払わなきゃいけないのか次はブロックしましょう、うん、授業料が重くのしかかる。まあ今の6点は、うん、ここはもうブロックすればいいんで、はい、うん、もういらない人になりましたね。多分ねヤソとすればね、うん、タイムワープを打った気分です。うん、6点で。はい、7戦術1。実際手札がどんだけいいカードなのかわかんないんですけどね。でもこれは、ああでも黒マナがないのか、2行動するのに。あでも一応3ドローするしかなくて、あ3ドローしないですね。3ドローより一応黒マナ1個あるんで、まあ次突っ込んできたら無許可の分解で、ああそっかそっか、はい、除去できるわけですね。除去るっていう、はい、はい、無理しないでマナ立てて5。コメントでちょっと苦い心理抜かないのかってあるんですけども、ライフ払ってでもカード引いた方がこのゲームはいいってことなんですかね。まあ普通は抜くんですけど、はい、まあ、多分リードデュークのサイドボードがちょっとミッドレンジ寄りになるっていう読み、はいはいはい、まあ、ギデオンとかチャンドラとか、うん、そうすると結局理想勝負になったときに、うんうん、なんか細かいカードばっかあるとしんどいんで。やったね、はい、残してても1枚とかだとは思うんですけどね、うん、このターン攻めてこなかったので、まあ、ゆっくりカードが引けました。
これはね勝ち。ヤソモードですね。もうジェイス7まで行ってるし、うん、手札がさらに天才の片鱗で増やしてジェイス奥義も見えるぐらいの、これでいつでも変身できる状態になったので、うん、確かにね、このジェイスの奥義なんだっけっていうのはありますね。今日は解説してくださってるのは浅原さんです。はい、浅原です。浅原さんの漢字間違えてる人いますけど、これどうですか、浅原。まあ違い方もね、うん、いろいろあるんで、はい、アシャハーラ、アシャハーラさん。草原さんになってる。うん、うん、いろんな俺の名前が出てくるっていう謎のコメント欄が1個もあってない。マイナス A さんとかもある。ヤソがね、これは勝てると思うんだけど、どうなのかな。でもこれはこの流れで勝てないのはちょっとどうなんだろうな。まあライフが6っていうのがあるんで、あ、はい、でん、いやこの7点クロック半端ないっすね。いやこいつ3回殴れば勝ちっていうのがね本当にいいんですよね。うん、手札自体はすごい潤沢かと言われると、次からはやっぱブロックされたりするんで、チェイスの奥義、うん、チェイス奥義をするよりも引いてった方が多分強いですね。はい、今は1マナで2マナで探しに行く。はい、戦術2枚見てリードデュークとしては無視の霊魂からの高速警備車を結構狙ってるんじゃないかなと。はいはいはい、そうすると破壊不能をバックアップしつつ6-4。はい、チャンプブロッカーも良い、うん、まあ、とりあえず並べてプレッシャーをかけていくと、うん、今レイコンを上に置いたように見えましたね。はい、さらに引いて土地置いてないからかな、土地置いてレイコン、フル展開、おー、いい動き。これは今のうちに状況打つしかない。はい、バチコーン、バラバラにしてやんぜ。無許可の分解。荒くれ者だな。おお、ここで否認引きましたね。否認はコプターとか、まあコプター、ギデオン、警備車に刺さるんで、うん、悪くはないですね。ただ一発デュークも7点を受けれるんで、はい、ここで殴った場合は受けて返しが6点守りきれるかっていうのは、ちょっとライフがね、うん、少ないのが、そうですね、ジェイスの使い方あたりも難しいかなという。デュークさん、リソースって手札もうあとは警備車ぐらいですか。警備車持ってないと思います。ああ、警備車持ってないんでしたっけ。お、奥義使った。おお、はい、マジか。奥義が何だったのか。ジェイスの奥義は最初のターンのカードをカウンターするという能力です。1枚目をカウンターなんで、はい、呪文を唱えるためには1個目をカウンターさせてもう1個通すしかないという、はいはいはい、まあ、リソースが枯れてるデュークとしてはかなり辛い紋章ですけど、うんうんうん、
あと盤面でどこまでいけるかっていう感じですね。ジェイス対ギデオンの紋章対決。まあ、ヤソも打ちにくいカードばっかなんですけどね、苦い心理で1回打ちたいとこではありますが、まあ、でもそれだったらなんか火力と一緒にセットで唱えてあの 3-1 とかを巻き込む、はい 3-1 に1点3ドロー行きましたね。ここでスペルを引ければ1引いた引いた、いいね。何引きました？1マナの火力ですかね。2マナの方の火力はもともと持ってた。いいですね。2マナは持ってないのか。で1マナの火力、はい、で打ち込んで、これで2個1取れるでしょ。はい、1で1、うん、はい、これでもう1回守るか7-8、いや守ってよさそうですけどね。まあ、まだ落ち着きますか。とりあえずミシュラが起きるまでは耐えた方がいい気はするんですけれど、行く、はいはいはい、なるほどね。この1-4左の赤のクリーチャーを、チャンプブロックに使ってでも先にこの、7-8を、確かに大丈夫か、入れておこうと、はい、1-2-3-4-5相打ちですか、はい、両方と相打ちと、うん、まあ、これは勝ちましたね。ライフ3ですけど、ライフ3を直接削る手段が、まあ、感触みたいなカードを入れるタイプのデッキではないので、うんうんうん、まあ、1個カウンターさせて、カウンターされました、先刻カウンターさせてから、あら、はいはい、それは OK で、ワンドロー。ここでもう1枚なんかスペルを引けない。ミシュランが置かれて5、ドロー。また0-4。あ、違いますね、良きでしたね、これは。1-2-3、ジェイス奥義がこれで蓋をしている。なんか引いたら勝つカードあるのかな。さっきちょっと相打ちを取り行ったのが、1回食らって、うん、1回食らって石の宣告を打ち込んでも勝てなかったかな、3削れなかったかな。相打ちはかなりちょっとヤサとしては嬉しかったかな。そうですね、はい、負け目がなくなったっていうのがある。でエネルギーがいっぱい増えますね。10になってから、1マナ分なんで1個使います。もらって1点地味な、一番地味なやつを押収していったっていうまあでもこれで手札から何使っても、はい、お、殴りに行ったチャンプ返しますということで、何を唱えてもカウンターされてしまうということで、はい、これでドロー、ほぼ詰みだとは思います。なるほど。手札にもう一回クリーチャーを奪うスペルを引いたように見えるんですけど、あ、ミシュランミシュランか、はいはい、おー、これで8点で0-4がもう一回チャンプしてゲームセットかなと。別に相手が何でもできないって分かっててもここでマナを残さないのは結構ね、あれだな、クロートというかスペシャリスト感だまあ俺怖い怖い怖いっつって絶対2マナ残しちゃう。否認の否認あるスペルを否認用のマナを残しちゃうおー、これで2点、いや、全…いや、危な…いや、危なくない一応…危ない…いや、危ないけど…いや、大丈夫か、4だから勝っ
てるよね。全然でも苦労ってやっぱ職人からするといや全然危なくないっつって、はい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 、チャンドラは予想の範囲ないっつって、ドドーン、はい、ゴー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 、おここもね否認まだ残さずね、否認ね。はい、安岡さん勝ちましたのでこれで13勝2敗。